はい、令和2年論文式本試験会計学午前の公表及び解説を始めていきたいと思います。担当はレックセニン講師二宮です。えー、どうぞよろしくお願いします。はい、えー、皆さん本試験お疲れ様でした。まあ今回コロナの影響でね、あの本試験が2日制になったというところもあって、あのかなり対応に苦慮された方も多かったのではないのかなと思うんですけども。 ま、今回の管理会計論ですね。えー、ま、全体的な難易度としましては。はまあ、昨年度とそんなに大きく変わるところはないのかなと。あの素点での合格ラインとしては40点ぐらいっていうところが一つの目安になってくるかと思います。まあ、どうしてもね。第2問の印象っていうのが受け終わった後、残ってしまっている方が多いと思いますので、まあ、全体的な出来栄えとしてはあんまりあのよくできていなかったなというね。印象を持たれた方が多いのかなとは思うんですけれども。 1> まあ第1問があの例年の本試験の問題よりも優しめの問題とはなっているので、まあ、第1問でいかにね簡単な計算を落とさずに乗り越えることができたのかどうか、まあ、そこが今回の合否の分かれ目になってくるのかなと思います。でまずね各問題の、まあ、公表から入っていきたいと思いますのでちょっとパワーポイントの方に切り替えたいと思いますが問題ごとに確認をしていきたいと思います。 まず、まあ、第一も問題一ですね。部門別計算に関する問題ということになりますけれども、まあ、これは計算自体はね。相当優しめの問題にはなってくるのかなとは思います。まあ、どこかしらで、似たような問題をね。見覚えのある方が多いと思いますね。補助部門費の配布と責任会計という、もう土点系の論点からの出題ということになりますから。まあ、計算は高い精度の回答が求められますね。まあ、どんなに多くても。 4問ミスぐらいにとどめないとかなり厳しい結果になってしまうのかなとほ、まあ、他でねカバーできればいいとは思うんですけどもなかなか他の問題でカバーしきるっていうのが今回厳しいのかなとは思うので、まあ、多くても4ミスぐらいにはとどめたいとで理論についてもね典型的な理論が問われているんですけど意外とこの補助部門費の配布に関する理論っていうのは差のつくところになってくるので。 まあ正確にですね、まあ、表現を抑えられている方はあの、いい得点を期待することはできると思うんですけども、あの基本的なね、そういったあの用語の使い間違いと言いますか、まあ、例えば、まあ、原価管理活動の量費の影響っていうのを、まあ、原価能率の量費の影響とかっていうふうに書いてしまう、まあ、そういうミスがね、非常にあの普段の当連においても散見されますんで、まあ、そのようなミスがね、とにかく、 あの絶対にしてはいけないというところが今回はねあるのかなとは思うんですけどだまあ割とできる人できない人とで差がつく内容なのかなとは思いますはい計算はそんなに大きな差はつかないと思うんですけど意外とそこの理論の出来不出来っていうところであの微妙な差がついてくるのかなとは思いますねはいでまあこの第1問問題1の目標点数としては、まあ、15点程度ということになりますで次 1> 第一問の問題2ですけれども、まあ、単純総合原価計算の問題ということで、まあ、こちらも計算は難易度はね高くはないと、まあ、問いの1番の度外視を前提とした計算なんかはこれは確実に正解できる内容となりますのであのできれば完登してほしいところではありますね。でただこの問いの2番がねちょっと厄介なところなのかなと。 まあ問いの2番に関しましては、非度外傷に基づいた計算が問われているわけですが、加工費の計算において、波数が出てくると、計算構造的にはね、何も難しい問題ではなく、単純総合原価計算のシンプルな問題ということになるかと思うんですけど、ただ、波数が出てくるとね、途端に計算の難易度が上がるというか、自信を持って回答に臨める受験生の方っていうのは、相当少なくなってくるのかなとは思いますので。 まあ問いの二番についてはこれはできている人できなかった人とでもはっきりと明暗を分かれるのかなと思います。まあ発数処理を恐れずにね最後まで回答にあの望むことができた方はうまいこと正解にたどり着けたのではないのかなと思いますね。はい。でこの問題にではね理論は割と優しめのものになってくるのかなと思うんですけどまああの問いの三番がねまあこの 異常な子孫に関する処理方法について、ね、問われているわけですが、まあ、営業外の費用として処理をするというところが正解になってきますけど、まあ、これは結構難しいかもしれませんね。営業外の費用として処理するのか、特別損失として処理するのかっていうのは、あの判断がもしかするとつかなかった方が多いのかなと思います。でここのの処理のととろを、ね、間違えてしまうと まあこの根拠のところもね大きくずれることになるのでもう処理と根拠は基本的にワンセットになってくるかと思いますから、まあ、得点差があの出てくるところだとは思いますね。はい、で次の問いの4番これはまあ原価計算基準の内容が分かってるかどうかというところになりますけども一応まあ あの講義の中でも最後ね1日前とか2日前とかに原価計算基準はさらっとね確認はしといてくださいねってことは申し上げていたんですがまあなかなか対応するのがもしかすると難しかったのかなぁとは思います。まあ、括弧1番はねここはまあわりかしと出てきやすいのかなぁとは思うんですけど問いの4の括弧2番のところはちょっと思い出せる方と思い出せない方でくっきりと差が、まあ、ついてしまうのかなぁとは思いますね。はい 最後の問いの5番、マテリアルフローコスト会計からの出題ということで、これ、平成27年までは試験範囲として明記されていたんですけど、まあ、28年度の試験からはマテリアルフローコスト会計というのは明記はされていないというところで、まあ、試験範囲外になったのかなっていうふうに思っていたところではあるので、まあ、多くの受験生の方は勉強はしたことないというところになるかと思うんですけど。 まあ27年ぐらいからね勉強されている方は懐かしいなという気持ちでね取り組めたかもしれないんですがまああの大体の受験生の方はマテリアルフローコスト会計という言葉すらも知らないんじゃないのかなとは思います。だからまあここ、関東するのはねなかなか厳しいとは思うんですがただまあそうは言ってもね前後の文脈からまあ選択肢も与えられているのである程度何を入れなければいけないのかというのは判断つくところもあるのかなと思いますので。 まあ半分ぐらいはね、得点が見込めるんじゃないのかなとは思うので、なんとかね、知らないなりに考えて回答できたかどうか、まあ、そこがね、求められたところなのかなと思います、はい。で、この第1問問題2の全体的な目標点数は14点というところになります。で、次、今度第2問ですね。これがまあ今回難しかったわけですけど、 まあ、第2問、問題1、予算管理と ABC からの出題ということで、まあ、ABC についてはそもそもたどり着けてない方も多いのかなと思うんですけど、予算管理の部分でね、なかなかヘビーな内容でしたね。これまあ、あとでね、問題の解説はしていきますけど、まあ、製品 B のね、実際の販売数量がわからないと、まあ、かなりね、いろんな箇所に派生して間違いが生じることになるので、 まあちょっとこういう作り方はね論文の試験としてはどうなのかなというところは正直思うところはあるんですけどももうできる人できない人とではっきり差はつきますが今回はまあできない人の方が圧倒的に多いのかなと、まあ、解けている受験生の方はまあほとんどいらっしゃらないかと思いますね。はいまあ、実際問問題題ねこのの第2も問題1にそのリソースを割くよりは 他の問題に一層割いて、まあ、しっかりとその解いた問題を合わせに行くっていうふうにしてもらった方がね受験戦略としても望ましかったと考えられますから、まあ、今回はねここは触れてはいけない問題だったということになるかと思います。まあ、とはいえねあの問いの一番の理論についてはここはもう土典型の理論ですからトップダウン型の予算編成っていうのを回答するのとそのメリットを答えるっていう問題ですからね。 ここはまあ正解しなければいけないところかと思いますので、まあ、問いの1番だけは何とか死守したいかなと。で、横を言うと問いの2番も全くできないかっていうとそういうわけではなくて、まあ、この空欄「糸のところとかですねあるいは製造間接費の部分の能率債の部分とかは実は計算することができると。まあ、製品 B の実際の販売数量が分からなかったとしてもここは計算ができるところになりますのでま何、あ、とかね あのこの辺を正解できるかどうかというところで差がつくところかなという感じですかね。はい、ただまあ合格ラインってことを考えればね別に全部できていなかったとしても問題はありませんので、まあ、そこは特段気にされる必要性はないと思ってください。であとまあ問いの3番の「設問1」ですね。 これはちょっと言葉として思いつきづらかったかもしれないんですがもしかしたら直近の担当式試験とかをね受けた方の方が有利に働いたかもしれないんですけど、まあ、例外管理っていう言葉ですね、まあ、これを答えてほしかったとでも設問2番とか設問3番は、ね、ここはもうできなくてもしょうがないかなというところですで最後の問いの4番につきましてもこれも、まあ、製品 B の実際の販売数量がねわからないとあの資料整理がそもそもできないというところですので まあこの与えられた資料に基づいてね論述をしていかなければいけないところになりますからもう完全に計算とワンセットの理論ってことになりますんででできなななくてもしょううがいいかなというところですだから本当に今回はねその1箇所の計算ミスっていうところがあのいろんな箇所に派生する問題となってしまっているんでまあちょっとねあのこういう作り方っていうのはぜひともね見直しはしていただきたいなっていうふうに思うところとしてはありますね、は。い でまあ、目標点数としてはまあ5点というところで、まあ、ちょっと寂しい点数ではあるんですけれども、まあ、5点ぐらい取れれば本当にお御の字かなと。で最後第2問の問題にですね文献化組織とグループ営の管理会計とあとまあ投資計画の経済性計算からの出題ということになります。でこれもねあの遠いの 1>, 1番で問われているこの空欄位の回答ですね。まあ、これができないとなかなかまあ厳しいというところで。まあ、空欄への回答ができていないようだと、その後の計算に大きくね。影響を与えることになりますので、イモズル式に間違いが連鎖する内容となっています。で、なおかつ空欄にもそんなに簡単ではないっていうところでね。まあ、推定系の問題が苦手な方にとってはまあ結構ね。嫌な内容だったのかなというふうには思いますね。はい。 だからまあこれもねできる人できない人とで差がつくのかなと思うんですけどただ第2問の問題1さっきの予算管理の問題ほどあの空欄推定が難しいわけではないのでここはねあの関東してくる受験生も一定数いるとは思いますただまあ関東できればあのもう科目合格水準に達するかなと得点比率56を超えるぐらいになってくるかなとは思いますんでその52っていうボーダーラインを超えることだけを考えるのであれば まあ、計算でできててていいいいなななくてもも、まあ、ここのの問題についてもしょうがないのかなというがかととろですで理論についても、ね、基本的に計算とワンセットのものになっているので、まあ、部分点は、ね、拾うことは十分にできるとは思うんですけれどもあの満点近い回答を作るにあたっては、ね、計算ができていないと満点回答は望めませんので、まあ、あまり、ね、大きく得点することができない内容なのかなとは思います。 ただ、まあなんとかそこの部分点をね拾っていただきたかったかなというところではありますので、まあ、目標点数としてはそういったことも加味して、6点というところになりますね。はい、で以上のことを総括すると、ですね全体の目標点数としては、だいたい祖点で40点ぐらいというところになるかと思います。はい だからまあ冒頭で申し上げました通り例年の試験とそんなに大きく難易度としてはね変わらないのかなというところで素点40点というところを目標に考えてあの見直しの方をしていただくといい、えー、よろしいのかなと思います。はいまあ、以上がね全体的な公表ということになりまして今からね各問題の解説の方に移っていきたいと思います。 思いますので何かねわからないところとかがあった方はねあのぜひ見直しの方をしていただいてねまあ、この動画の方を参考にしながら復習を進めてみてくださいはい、まあ、それでは今からねあの解説の方をしていきたいと思いますで問題ねお手元にある方はご用意いただきましてまず第一問問題地から見ていきたいと思うんですけれども まこちらはね、先ほど申し上げましたとおり計算としては非常にシンプルで優しめの問題なのかなとただまあいかんせんねあの会話形式の問題になっていて割と資料行ったり来たりしなければいけないところもありますので初めの問題としては結構慌てふためいた方もいらっしゃるのかなとは思いますすいません大丈夫ですかねちょっと今地震が起きてるんですけど画面揺れてないですかね あ大丈夫ですすねね収まりままりした、ね、すいません続けていきたいと思いますが、まあ、ここの問いの1番、丸1ですね、まあ、実際の配布率の計算が問われているんですけど、この実際の配布率っていうのは、まあ、普通に計算すればね補助部門費の実際発生額を実際の創業度で割り算することによって計算できるわけですが、まあ、今回、補助部門の固定費の金額が分かっていない状態なんで、あのいつもの計算では対応できないと。 じゃあどうすればいいかというと、こちらの第1製造部と第2製造部、まあ、実際の配布額というのが示されていて、なおかつこれは資料が飛ぶんですけども、まあ、こちらの次のページの、まあ、原価課長のま会話文の中で、まあ、第1製造部の、まあ、実際の補助部門の利用実績ですね、1400時間というところが示されていて、まあ、第2製造部門は各自計算になっていますけど、これは まあこの2,900時間っていうところから1,400時間を差っ引いてあげた1,500時間っていうのを計算することができます。でこの1,400時間あるいは1,500時間っていうのが分かれば実際の配布額っていうのが分かっている状態ですので、まあ、実際の配布額を、まあ、実際のこの利用実績で割り算してあげれば 実際配布率っていうのを計算することができるので396万2,000割ることの1,400時間で2,830円っていうのが丸のの一番の回答とということになりますもう計算は分かれば一瞬で終わるというところです。でこれ2,830円っていうのが求まればね変動費の実際発生額が391万5,000円と分かっているので。 391万5,000円を2,900時間で割り算した1,350円っていうのが、まあ、これが変動費の実際の配布率ですね。円でこの2,830から1,350円っていうのをさっ引いてあげれば、まあ、固定比率っていうのが1,480円と求まります。 まあ、単価の 1, 円ですねでこの1,480円っていうのが求まれば2,900時間を掛け算することによって、まあ、実際の発生額429万2,000円っていうのを求めることが まあ、できますので、まあ、後でね、このデータは使うことになりますから、まあ、先に求めておいてあげるといいかと思います。四百二十九万二千円ですね。ここまでよろしいでしょうか。で、続けて今度。 今はね単一基準で実際配布をしているんだけれども、まあ、今度は予定配布に切り替えてはどうかというところで、まあ、次、この予定配布に切り替えた時の、この製造間接費の配布債の金額ですね、まあ、なんとか円の、まあ、借り方債が生じていますよというところで、まあ、この製造間接費配布債総額を求めてあげればいいわけですが、予定の配布率が2750円ですね。円に、まあ、この 稼働の時間2,900時間を掛け算してあげれば予定配布額の合計が797万5,000円と求まりますからそこから実際の発生額391万5,000円と429万2,000円っていうのを差っ引いてあげれば23万2,000円っていうのが製造・間接費の配布債の金額として求まると。丸の2番は23万2000円です、ね、ここですすねねここ でこの内訳を予算債と創業度債に分析するにあたって固定予算っていうのを利用していきましょうと固定予算を使った再分析っていうのが問われていますね。はい、で固定予算の金額としましてはこの2750円に対して3000時間っていうところを掛け算してあげれば。 2 7 5 0ことの基準創業度3000時間というのを掛け算すれば825万っていうのが求まりますね。825万。 でこのうち450万は固定費の予算額になりますんで固定費の予算額450万を差っ引けば375万が、まあ、これが変動費の予算額ってことになりますんで375万を3000時間で割り算すれば変動比率は1250円っていうのが求まります。まあ、この中には変動費率が単価1250円含ままれてますよと。 まあ、とりあえず、固定予算使った再分析では、この825万が予算許容額として使用されることになりますから、825万の予算許容額から、まあ、実際の発生額、391万5000と429万2000円ですね、これをさっ引いてあげれば、予算債の金額を求めることができまして、予算債の金額は4万3000円の有利債と求まりますね、4万3000円。 でマリオン創業度債、まあ、これは実際の創業度2,900時間と基準創業度3,000時間との差のマイナス100時間に対して予定の配布率2,750円を掛け算してあげれば求めることができますから27万5,000円の振り債と、まあ、これを算定することができます。 よろしいでしょうかで今のね計算では固定予算使った再分析をやってきたわけですけど、まあ、今度は公式法変動予算っていうのを使ったらどうなるのかというところで複数基準配布でなおかつ予定配布をして公式法変動予算に基づいた製造間接費の管理を行った場合ですね。 その場合保全サービス部門における予算債の金額がいくらになるのかが丸の5番では問われていると、はいまあ、公式用変動予算前提に予算許容額を求めてあげれば変動比率が1,250円で、まあ、これに実際の創業度2,900時間を掛け算してあげれば変動費の予算許容額362万5,000円っていうのが求まるそこに固定費の予算額450万加えてあげれば 812万5千円っていうのが予算許容額として求まりますんでそこから実際の発生額ですね変動費391万5万五千円固定費429万2万二千円を差っ引いてあげれば8万2千円の不利債っていうのを求めることができると ⑤ 82,。番は万千でこの予算債の内訳として。 変動費の予算債、固定費の予算債というのが問われているわけですけれども変動費の予算債については1250円かけることの2900時間で先ほど変動費の予算許容額を求めましたけれどもその変動費の予算許容額から変動費の実際発生額を差っ引いてあげれば29万円の不利債というのが求まるとこれが丸の6番です。で固定費の予算債これは簡単ですけれども 固定費の予算額450万から実際発生額429万2,000円をさっ引いてあげれば固定費に関する予算債が20万8,000円と求めることができますね。クーラ7番については20万8,000とまあこれで問いの2番については一通り計算が終わったということになりまして。 まあできればね本当に完登してほしいところではあるんですけれども多くても2つミスぐらいではとどめたいかなというところです。で次の問いの3番ですね、まあ、下線部8のように保全サービス部長が考える理由について説明しなさいとこれはまあ典型的な理論になりますけれども、まあ、創業土債ですね保全サービス部門で生じる創業土債は、まあ、保全サービス部の責任ではないと。 補助部門で生じる創業土債っていうのはこれ補助部門の管理者にとっては管理することができない、まあ、どうしても製造部門における実際の創業度に引っ張られることになりますから保全部門、まあ、この補助部門っていうのは製造部門に従属する立場にあるわけですからね製造部門が創業しなければ補助部門も創業することができないわけですよだから仮に実際の創業度が基準創業度と乖離して創業土債が出たとしてもこれは 補助部門の管理者にとってはどううしようもないことと。なんだと、まあ、この辺のことが理解できていれば、まあ、この模範解答に近い、ね、内容を記述することができるかとは思います。まあ、この辺は典型的な理論ということになりますから、まあ、確実に正解したいところかなと思いますね。はい、で次の括弧2番がね一瞬何かなという感じで、まあ、あのこういう計算はしたことがないとは思うんですけども。 この保全サービス部第一製造部第2製造部の各々の責任に期すべき創業土債の計算の基礎になる創業度の差分を計算しなさいねと一瞬何言ってるんだろうというふうな印象を受ける方が多いと思うんですけども、まあ、この保全サービス部においては100時間分の不利な創業土債が出てるわけですよ。基準創業度が3000時間で実際が2900時間。このの100時間の まあ責任ですねどこにあるのかっていうのが問われているんですねで先ほど言った通り保全サービス部においては出てくる創業土債ていうのは全く責任を負う必要性はないとだから保全サービス部においてはこれは0時間ってことになるんですね回答としては0時間で第一製造部に関してはこれは実際の創業水準第一製造部は1400時間分、えーまあ、溶液を消費していると 第一製造部は保全サービス部の溶液を1,400時間消費していてなおかつ、まあ、この溶液の消費能力についても1,400時間ってことになりますから溶液の消費量と溶液の消費能力が一致しているんで第一製造部もこののの業土の責任っていいうのを負担すする必要性はないんですよだから100時間分の保全サービス部で生じた創業土債の責任っていうのは第二製造部にあるんですよ。 第二製造部が1,600時間分の溶液の消費能力あるわけですけどもこれに合わせてね保全サービス部においても溶液の提供能力っていうのを確保してるわけですよ。でも実際に蓋を開けてみると第二製造部は1,500時間しか溶液を消費していないということになりますんで1,600時間と1,500時間の差の100時間ですねこれが保全サービス部における創業土債の まあ時間と一致しているわけですから、まあ、第二製造部が全ての責任を取らなければいけないということで100時間っていうところが回答になってきますね。ゼロゼロ100とあんまりね自信を持って回答に臨めた方は少ないのかなとは思うんですけども、まあ、他に計算のやりようもないんでねそんなに計算の選択肢がね多いわけではありませんから、まあ、あのこの回答を出した方は結構いるんじゃないのかなと思います。 で次ののの問いの4の括弧1これはもうねあの秒殺できなければいけないところですけどもあの複数基準における変動費と固定費の配布基準ですね保全サービス部の利用実績に基づいて変動費を配布し、まあ、月間保全サービス利用実績の平均値を用いて固定費の配布を行っていきましょうと、まあ、ここは一応ね当工場の状況に照らしてっていうふうに、あのー、書かれているんでまあ溶液の消費量とか 溶液の消費能力とかっていうふうに、まあ、書いてもいいのかなとは思うんですけどもよりまあ望ましい回答としてはまあこういいった回答にななるのかなと思います、はい、一般化して書くよりはね当工場のこういった状況を想定した上で書いてあげた方がより第二即した回答になるかとは思いますね。はい、で次の括弧2番単一基準で実際配布。 まこの2つの欠陥ですね指摘をしなさいということで、まあ、これが模範解答まずは実際配布の問題点としてこの原価管理活動の量費の影響が配布額に混入するというところで、まあ、原価管理活動の量費の影響っていうここの表現が特に、ね、間違いが生じやすいところになりますから注意してください、まあ、先ほども言ったかと思いますけど まあ原価能率の量費の影響とかって書いてしまう方がまあかなり多いところになりますんでねここは原価管理活動の量費の影響というねこの表現で必ず書かなければいけないとあるいはね管理不能な補助部門における予算債っていうふうな表現で原価管理活動の量費の影響っていうところを表現してもいいのかなとで2つ目の欠陥としましては まこれは管理不能な他の関係消費部門のサービス消費量の多少の影響が配布額に混入するというところでもう土偏型の論点になりますからねちょっとまあ1行に収めて書いていくっていうところにね苦労された方もいらっしゃるのかなとは思いますけれども、まあ、要点をねあの答えてほしかったというところです。はい、で最後問いの5番「かっこ1」が複数基準で予定配布をした場合ですね まあ第一製造部と第2製造部に対する予定の配布額それは実際の配布額とどれだけ金額がずれるのかそれを答えていくという問題になってますけどまあ結構慌てて回答した方はね予定の配布額そのものを答えてしまった方もいるんじゃないのかなとは思います。配布額がいくら変わるのかっていうのが問われているんでねちゃんと問題文をよく読んでくださいね、は。い まあ、複数基準で予定配布をしていくわけですから変動費に関しては、まあ、サービスの利用実績に基づいて配布をしていくので、まあ、第一製造部だったら1,250円かけることの1,400時間第二製造部だったら1,250円かける1,500時間ですね。で固定費についてはこの固定費の予算額450万円をこの溶液の消費能力1,400時間と1,600時間で第一製造部と第二製造部に 配布をしていけばいいということでこの変動費の予定の配布額と固定費の予定の配布額合算した金額それと実際に配布された金額との差を取ってあげれば括弧一1番の回答は求まりますよということで計算すれば11万2000と3万っていうのが求まりますね。また2番の 理論ですけれども複数基準配布法では固定費はサービスの供給能力に基づいて配布されることになっているその理由を簡潔に説明しなさいねということでまあ複数基準配布法の論拠が問われているような問題ということになりますけどまあこれもね、あの典型度は高いのでまあこんなに流暢に書けないかもしれませんけれどもまあ模範回答に近いね回答にはなってくるのかなとは思いますので部分点取ること自体は簡単だとは思います。はい よろししいでしょうか、まあ、以上がね第1問問題1ということになりましてで今度第1問の問題2の方に移っていきたいなと思います。またまあ会話文かよという感じなんですけれども、まあ、今回ね会話文が3つ出てきているんで非常にまあ会話形式の問題がまあ増えているというところで。 まあ会話形式の問題になったら何か難しくなるかっていうとそういうわけではないんですけどもまあ単純にまあ資料の分量がどうしても多くなるのでまあ疲れるのかなとまあ読んでるだけでね相当疲弊するとは思いますからね今回はねこの2日目の午前に行われたこの試験終わった後ね相当まあ疲労感感じた方多かったんじゃないかと思いますね。はい でまあ、とりあえず問題に見ていきたいと思うんですけどこの問いの1、まあ、度外症に基づいて、まあ、完成品原価あるいは、まあ、仕掛かり品原価や異常損じ費売上総利益の金額を答えなさいという問題でまあ売上総利益はね意外ともしかすると間違えてしまう方いるのかなとは思うんですが、まあ、完成品原価月末仕掛かり品原価異常損じ費この辺はねあの必ず回答しないといけないところになりますね。 でまあちなみにね、まあ、今回あの異常子孫時費を計算するにあたってここの資料3番の括弧3を使わなければいけないわけですけど異常子孫時品の評価額は異常仕掛か,かり品原価から控除するとかっていうふうに書いていて、まあ、異常な仕掛か,かり品っていう表現に変わってしまっていてまあ、単なる誤食だとは思うんですけれどもまあ、ここ異常子孫時品の原価から控除するっていう表現に、まあ、しなければ本来はいけないところなんでね。 まあ一応本試験の問題にまあ不備があるっていう感じではあるんですがただまあさすがにここはね全員正解にはならないのかなとは思いますはいもう明らかに空気を読めばねあの異常損事品っていうふうにここは書くべきところなんだっていうふうには判断できるとは思いますからね全員正解にはしてこないと思いますんでここはねあのちょっと回答しなかった方はね残念に思うかもしれないんですけども まあ回答した方にとってはね、やっぱり大きなアドバンテージになるところになりますんでね、普通に採点はされると思います。で、まあ計算をしていくことになるんですけれども、まあ、先入れ先出し法に基づいた計算で、でまあ、正常損事費を、まあ、異常損に対しても負担させるっていう、まあ、そういう計算が問われているので、もう当月投入の部分からですね、まあ、正常な子孫っていうところを度外視して、 まあこの2880個っていう子孫度外視後の当月投入数量に基づいて、まあ、この単価計算して計算を進めていけばいいとで、まあ、この計算ももう大丈夫かなと思いますけど月初仕掛かり品原価の内訳が示されてないんですよね直接材料費と加工費っていうここの内訳は示されていないんですが先入れ先出し用の元では、ね、別に内訳が分かんなかったとしてもあの完成品原価の計算はできるわけですよね どの道月書仕掛かり品原価はすべて完成品原価に含まれていくわけですからここの内訳は特に問題にはならないとただちょっとね解きづらくはなりますけどねはいここをまあはてなにしながら回答を進めていって、まあ、最後に月初仕掛か,かり品の原価を加えてあげれば完成品の総合原価を求めることができますよとまあぜひねこのちょっとボックスを参考にしながら回答確認してもらえればなと思いますはい。 もう問いの一番はねこれでもうほぼ終わりというところであ,あと、売上げ減価ですね、売上げ総利益を計算しなければいけないんで、売上げ減価確定させなければいけないわけですけれどもあの、結構やってしまいがちなのが、完成品減価を求めるときに先入れ先出しを使っているんで、この売上げ減価を求めるときにも先入れ先出しを使ってしまうっていうミスが、ね、あるのかなとは思います。 売上げ原価の算定においてはね、平均法を使わなければいけないので、まあ、ちゃんと問題文に書かれてますからね、平均法に基づいて、売り減と月末製品の残高を求めていく必要性がありますから、その点だけ注意をしていただければ、最後ね、売上総利益まで合わせることができたのではないのかなと思います。はい、ただまあ、最悪ね、売上総利益は間違えていても、他の3箇所が合ってれば、まあいいのかなというところではありますんでね。 売上総利益まで合わせることができた方は少しアドバンテージが取れたと考えてもらってもいいかと思います。で次の問いの2番がまあ厄介なところで非度外傷に基づいた計算が問われているわけですけどまあなんでねあえて波数なんかを出してくるんだろうというねちょっと疑問に思うところはあるんですけれども別に波数が出ないようにね計算問題作ってくれてもよかったんじゃないかなと思うんですが、まあ、かなり これははの悪いい問題かなとは思いますね、はいまあ、直接材料費の計算については、ね、特に問題はないかなと思うんですけど加工費の計算において波数の影響が出てくるとこの加工費の当月の単価の部分ですねここがまあ割り切れない数字になってしまうので、まあ、その影響でどうしても、ね、汚い数字になってしまうというところでここで計算を諦めてしまった方が、まあ、一定数いるんじゃないのかなと、まあ、あるいは、ね、そもそもの話として まあこういういうに非度外傷の計算が問われているんで初めからこういうボックス書いて計算した方もいるかもしれませんけど結局度外傷の計算っていうのを問いの一番でやってるわけですからその非度外傷に基づいた計算っていうのを1からやらなくても度外視と非度外視の計算結果がどこから生じるのかっていうのが分かっていればねその計算結果の差分だけねピンポイントで求めていって問いの一番の計算結果に加減算するような形で 調整かけてあげれば問いの2番の計算結果っていうのは普通に求めることができるんですねま正、あ、攻法でやっていけばねこういったあのボックスを書いた計算をやっていくことになるんですけどこういった度外視と非度外視の計算結果の違いに着目をして回答を進めるっていう風うに進めていただければねよりスピーディーに回答はできるかと思いますまあ、それがこちらですね一つ参考にしてもらうといいかと思いますけどもまあ、この 度外症においては正常損事費っていうのを完成品や月末仕掛かり品などに安分するときに、まあ、この子損に含まれている加工費部分ですね、まあ、これを加工換算量に基づいて完成品や月末異常損に対して配布をしていくわけですけども非度外症においては実際の数量に基づいて、まあ、安分を行っていくことになりますのでこの正常損事費を構成する加工費部分だけにフォーカスしてあげて加工換算量に基づいた 配布額と。実際の数量に基づいた配布額。それぞれを求めてあげて、問いの一番の完成品原価に対して加減算するような形で。答えを導くことはできますね。はい。まあ、こちらですね。問いの一番の完成品の原価。三百万二千七百五十円。そこから、この。 子孫に含まれている加工費部分ですね、これ8,903円っていうのが求まりますけども製造損に含まれている加工費部分っていうのをこれを加工換算量基準として完成品に対して安分した金額8,232円っていうのがこの完成品原価の中には含まれていると。まあ、これを取り除いてあげて実際の数量に基づいて。 子孫に含まれている加工費を完成品に安分した時の金額7,728円っていうところですね、まあ、これを加えてあげれば完成品の総合原価300万2,246円っていうのを求めることができますのでまあおそらくですけどねあの試験員の先生方ですねこの問題作られた方っていうのは、まあ、こういった回答をさせようとしているのかなというふうには思います。わざわざざね 非度外傷に基づいた普通の計算を聞いてももうあんまり面白みもありませんからね、まあ、こういう回答をしてもらうことを想定して問題作ってるんじゃないのかなとは思いますね。はい、でちなみにこの問題ね波数が出てくる関係でこの波数処理のタイミングの問題であの回答が1円ねあのずれた回答があの出てくることがあるんですけれども。 あのどちらも正解になるのかどうかはちょっと分かりませんが発送処理のタイミングによっては回答が1円ずれることになりますのであの1円のずれについては、ね、許容される可能性がありますね。はい、こ,れはこればかりはねちょっと蓋開けてみないと分からないところではあるんですけどもまあおそらく正解にはなるんじゃないのかなとは思います、はい。よろしいでしょうか。で次の問いの3番ですね。 問いの3番で、まあ、これはまあ先ほど申し上げましたとおり異常な子孫時費これは営業外の費用として処理するなぜかというと、まあ、この異常子孫の発生原因に着目をした時にこれは整備不良による、ね、機械の整備不良による故障という管理可能な要因で異常子孫が生じているということが分かりますのでねでなおかつ金額的な重要性も小さいので まあ特別損失として処理するのではなくて営業外の費用として処理するのが妥当だと考えられます。まあ、これが問いの3番。で問いの4番。まあ、こちらについては原価計算基準からの出題ということになりまして、まあ、この文中の空欄8に入るのはこれは総合原価っていうことになりますね総合原価。 文中の空欄八がここですね。減価計算基準では副産物の売却収入は原則として資産物の総合減価から控除すると。はい。まあ基準の二十八番をねちゃんと見ることができていたかっていうところがポイントになってくるかと思います。で軽微なものについてはね軽微な副産物っていうのは。 えーまあ、売却したときに原価計算外の収益として処理することができるわけですけども、まあ、これと全く同じ処理について子孫自身や作業くずについても適用することができると軽微な子孫自身やあるいは軽微な作業くずについてはもう売ったときに収益として処理をして終わりというね、まあ、こういった簡便的な処理方法っていうところも認められていると、まあ、そのことが、まあ、頭の中に残っていたかどうかというところです。はい で最後、問いの5番、ですねマテフロからの取材ということになりまして、まあ、これはね、さっきも言った通り、もう勉強している受験生の方はほとんどいないのかなと思いますので、あのほぼ初見の内容だったと思うんですが、まあ、この空欄9はね、おそらくですけど、まあ、責任センターって入れた方がほとんどかなと、もうなんとかセンターっていうね、あの言葉について、今の受験生の方は責任センター以外知らないと思いますからね。 この毛っていうのを回答として入れた方多いと思うんですけどこの物量センターっていうのが正解なんですねこのマテリアルフローコスト会計っていうのはマテリアルって書いてる通りね、まあ、この物量的なものに着目をしていくんですよ物質に着目をしていく、まあ、実際のそういった材料の流れに即した計算っていうのを行っていくようなイメージになってくるので、まあ、材料の流れを、ね、追いかけていくんですよ、まあ、どれだけ無駄遣いが生じているのか 廃棄物っていうのがどれだけ生じているのか、まあ、そこの計算に主眼を置いた、ね、計算技法ってことになりますんで、まあ、各工程を、ね、物量センターっていうふうに定義してそういった材料の流れを追いかけていくとだからまあ9番は物量センターっていうのが入りますよとでクーラン10についてはこれはまあ加工費進捗度っていうのが入ります加工費進捗度。 そういいいった物質の流れを追いかけていきますんでね、加工非進捗度っていうところを考慮しなくても計算することができるとまた、子孫時期を完成品などに負担させる必要性もないとあの普通のね、ー度外周に基づいた計算と違って完成品の原価とかを正確に求めることを目的にしているわけではありませんから、まあ、子孫時期を完成品に負担させるっていうこういった処理についてはマテリアフローコスト会計ではいらないんだっていう話なんですね。 まあでもこれも知らないとね対応できないのかなとは思うんですけどもただまあ選択肢からね空欄11については何が入るのかっていうのはなんとなく察しはつくのかなというところではありますねで空欄12はこれは統合報告書ですね統合報告書まあこれは計画でねやってる話だとは思うのでまあ統合報告書っていう言葉自体はね知ってる方が多いのかなとは思うんですけれども まあこういった統合報告書の中で CO2 排出量の削減を投資家にアピールすることができますよとここは回答できた方が多いんじゃないかなと思います。はいまあ、以上が第2問問題2ということになりまして続けて第2問の問題1の方に移っていきたいと思いますけども第1問問題1予算管理の問題ということで。 まあ先ほども申し上げました通り、これがまあ厄介な問題ですね、まあ、資料も多いんでね、もうやる気も捨てた方が多いんじゃないかと思いますけれども、ここの製品 B のね、実際の販売数量がわからないと、もろもろ計算をね、行うことができないという問題となっていまして、ここの推定がしかも結構難しいと、非常にまあ、意地悪な問題だなと、まあ、そういう印象を受ける内容になっていますけれども。 もうすべてはね、資料1番の整理ができるかどうか、ここの穴埋めを一通りできた方はですね、あのかなり高得点を期待できるんじゃないのかなと思います。で、まあ、見ていきたいと思いますけど、まあ、問いの1番はね、これはもうトップダウン型の予算編成の話なんで、各自でまた確認をしてください。で、問いの2番ですね、問いの2番、ここからが計算になりますけども、 まあどこから、ね、手をつけていいのかっていうところがちょっと、ね、悩ましい問題かもしれませんがまずはまあとりあえず製品 A から、ね、見ていきましょうと、まあ、製品 A は1個当たりの販売単価予算が9000円実績が9000円だからまあ販売価格債は0円ってことになりますで予算の販売数量4万個実際の販売数量4万320個でこの実際の販売数量4万320個達成した時の市場の占有率は21%って言っているので 4万320っていうのを21%で割り戻せば19万2,000円っていうのが市場の総需要量として求まりますね。19万千円とでちょっと資料整理するとね、まあ、こちらになるんですけど製品 A について。予算が販売単価9,000実際が9,000円。 予算の販売数量4万個、実際の販売数量4万,万320個。で今、この間に挟む数値は分かっていない状態なんですけども、この実際の市場の需要量が今さっき求めた通り19万2000個で、まあ、これに21%を掛け算したものが4万320個になっていると。とりあえずここまでは大丈夫ですかで、今ね、 製品 A に関しては市場の総需要量差異っていうのがこちら1440万円っていうのが分かっているのでこの1440万円っていうのが分かっていればこれを9000円で割り算することによってこの間に挟む倍加以と予算の数値のこの差を求めることができますね。1440 1600 9000 20万万割るここことのの円で個っていうのが求ま,りますからここは20万かららは ああ 4, 万円4万個から1,600個をさっいいた 38, っていうのが求ーま,ます。でここが3万8,400と求まればね実際の市場の総需要は19万2,000っていうのが分かっているわけですからこの3万8,400を19万2,000で割り算すれば予算の選挙率20%っていうのを求めることができますだからここの空欄ですね市場占有率は20%というのが 入ります、ね、でこれが求まればね市場の占有率債っていうのも求めることができますのでこの製品 A の計算についてはまあね対応できた方も多いのかなというふうには思います。ただ問題は製品 B ですねこっちが厄介。 製品 B については A と違って予算の販売価格も分かってないんですよ。ここがブランクになってると。で、実際の販売数量が1万3750円で、で、実際の販売量も分からず、市場の実際の占有率が6%っていうことが分かってると。で、今、製品 B について分かってる情報をまとめるとこうなります。予算の販売単価分からず、実際の販売単価分かっている。 でこれまあちょっと書いてしまってるんですけどもこの市場の占有率差っていうのがこちら2310万円っていうのが分かってるんですよ2310万円ここは分かってるここの数字は分からないんですよまだねここの数字は分からないんですけど2310万っていう数字自体は分かってる。 でこの市場の総需要量債っていうのを先に計算することができてこのちょっと難しいんですけど売上数量債の合計っていうのが示されてますよね。これは製品 A と B のの売上数量債合計になってるわけですよで製品 A の売上数量債っていうのは占有率債と需要量債に分かれていきますけどもこの両者合算してあげれば288万円なんですよね。 万円のここれは有利とということになりますだからこの288万円の有利債を398万から除外してあげれば110万円っていうのが求まります110万円。製品 B に関する売上数量債は110万円の有利債っていうのが求まるんですね。 こここことここの合計が110万なんですよで、占有率差が分かってるわけですから2310万から、まあ、この110万っていうところをねあ110万から2310万差っ引いた2200万円っていうのが市場の総需要量差異として求まりますね、はい。まずまあここがちょっと難しいんですよ。市場総需要量差異製品 B について求められている受験生の方っていうのはかなり少ないと思いますね。 あんまりこういうね手順を踏んだことないと思うんですよ A と B の販売数量債の合計から A の数量債と B の占有率債っていうところを除外してね製品 B の総需要量債を求めるようなこういう計算手続き自体ねやったことある方っていうのはほぼいないと思いますからねこれはなかなかね対応できないと思いますはい。であと現状分かっていることとしましてはこの 中学期の2番これもね見たことない指示だと思うんですけどこの製品 A と B の市場の総需要量は前年度の実績をそのまま使っていて両者は1対1の割合ででで同じですすよよと言ってるんですよだから先ほど求めた製品 A の予算の市場の総需要量20万個っていうのがこれが B の予算における市場の総需要量に該当するんですよ。したがって ここの20万個っていうのが求まれば予算1万個ですねですから1万割る20万個で予算の選挙率は5%ってことがわかりますこの空欄あっていうのは5%だというのが求まりますねよろしいでしょうかで、ここまではねなんとかもしかするとできた受験生の方もいらっしゃるのかなという感じなんですけど こっから先がまあまたねもう一段階難しいここの実際の販売数量と間に挟むここの数値ですねこれがまあわかんないわけですよ実際の総需要量わかんないですし予算の販売単価もわかんないっていうところでまあ、どうするのかなっていう風うにちょっと一瞬悩むんですけどこれはね実際の総需要量を、えー、これ Y とかっておいて販売価格の方をね予算の販売価格を X っていう風うに置いてあげて こういうい連立方程式を作るこことができますこの市場の占有率債が2,310万の有利債と分かっているのでこのここを y って置いてあげて y×6% と y×5% の差に対して予算の販売単価 x っていうのを掛け算すれば2,310万っていうのが求まる。またこの y×5% で。 計算されるこの倍回項と予算の1万個の差をとって X 円っていう予算の販売価格を乗じてあげれば2200万円の不利債っていう市場総需要量債が求まってるわけですからまあこの連立方程式を解いてあげれば x 1 3750 y は16 8000っていうのが求まるんですね。もしかするとねちょっと別のもっと賢いやり方があるのかもしれないんですけども。 まあ、とりあえずね、まあ、現時点で私が解いた限りだと、まあ、こういった解き方をしたんでね、他にもしかしたらもっといいやり方はあるかもしれませんが、一応これで回答することができますよと。はい、ちょっとね、他の人に意見を聞いたわけじゃないんで、まあ、もしかするとね、ものすごい遠回りな回答アプローチになってしまってるかもしれないんですが、まあ一応こういった形で出すことができまして、まあ、これで一通りデータの整理が終わりなんですよ。 ここが13750と分かると。でまたここについても1080っていうのが求まります1080。この実際の総需要量が16万8000っていうのが求まりましたんでこれに6%を掛け算してあげた1080個ですね。でここまでできればかなり高得点を期待できますね。はい で次資料の2番ですね原価標準の空欄推定ですけれどもこの直接労務費と製造間接費についてそれぞれ直接作業時間ですねここが分かっていないので「イと「ウのね推定していきますけどこの資料1番が整理できなくても資料2番の「かっこ1」ってここは独立している部分ですでね,ねこの「イと「ウのところはなんとか合わせることはできるはずなんですよ。これはね次のページに。 指示がありますけど、この製品 B の原価標準は A の原価標準基礎として、A と比べて直接材料の投入量、あ、こっちか、すみません、中の3ですね、直接作業時間を基準に配布していて、えー、製造・間接費の予算は、あすみません、こっちで合ってましたね、失礼しました。直接作業時間が A に比べて B は12分長いと言っているので、 まあ12分をこれ60分で割り算すれば0.2時間っていうことになりますね0.2時間。だから A の作業時間っていうところを例えば A っていうふうに置いてあげて B の作業時間っていうのはこれは A+0.2 プラスっていうふうに表すことができるわけですよね。A プラス でこの製品 A と B 予算では4万個と1万個作る予定なんでこの4万個をかけることの A+1 万個をかけることの A+0.2 これは5万2時時間っていう時間という一致すするはずなんですよ。年間の正常な直接作業時間と一致するはずなんですね。 4万個かけることの a プラス1万個かけることの a プラス0.2この合計が5万2000時間になるはずなんで a を求めてあげれば1時間っていうのを計算することができますね a は1時間ですよとだから空欄1、e、っていうのが1時間と求まるので空欄うについては1.2時間っていうのが計算できます1時間と1.2時間ですね まあそうすれば製造間接費も直接作業時間基準に配布してますから1と1.2っていうのを入れてあげればいいとでここの空欄位と空欄うのここの2箇所とあとこちらの能立債の部分ここはね計算できるんですよ。どうやって計算するかっていうとこの能立債っていうのは結局ね 作業時間差と計算のやり方って同じじゃないですか製造・間接費は直接作業時間を基準に配布しているわけで標準と実際の作業時間の差に対して標準賃率を掛け算したものが作業時間差で,で今回この能立債の計算では変動費部分のみで能立債を計算するタイプの3分法が問われているので変動比率を標準と実際の作業時間の差に対して掛け算すればいいんですよ。つまり この作業時間差18万の不利差ですから18万を1時間あたり1,500円の標準賃率で割り算をしてあげれば標準と実際で120時間のずれが生じたことがわかるんですね120時間標準よりも120時間多かったと作業時間がこの120時間の差に対して変動比率を掛け算してあげればいいのでこの中書きの3番で示された1時間あたり1,200円っていうのを乗じてあげれば 空欄機っていうのを求めることができるのでここは14万万千千ののでですすよと14万4の不利債ですねだからたとえね製品 B の実際の販売数量が分からずに標準的な作業時間を求めることができなかったとしても 標準と実際の作業時間の差に着目すれば計算はできるわけですからここはね、起点を聞かせれば対応できなくはないところだったんですね。はい、ただまあそんなね、あの冷静になって対応できる受験生の方はほぼいないでしょうからまあ先ほども言いました通りね、もう計算については全くできてなくても問題はないかなと思います。今の3箇所ぐらいこの空欄囲と空欄うとあとこの空欄機の部分とかが取れている方は まあ結構大きなアドバンテージにはなるかと思います。で続けて、括弧一1番の整理ですけど、まあ、製品 A に関しましては、これは合計のところはてなになっているんですけど、売上総利益が30%っていうふうに示されていて、売上総利益率が30%ってことは、売上の原価率が70%ですんで、 9,000円の販売単価に70%を乗じれば6,300円っていうのが製品 A の原価標準として求まりまりすでこの6,300円から1,500円と2,500円っていうのをマイナスしてあげれば直接材料費標準が2,300円っていうのが求まりますので2,300円を1キロ1 1 5 0円で割り算すればここが2キロと求まります。 でここが2キロと求まれば製品 B は A の標準的な材料の消費量の1.5倍かかりますよと言っていますので2キロの1.5倍の3キロっていうのが製品 B の標準的な材料の消費量で、まあ、これが求まれば製品 B についての原価標準8250円っていうのを求めることができますね。もう単純に合算すすれば終わりです で次に具体的な再分析に移っていきますけど、まず直接材料費ですね、ここの実際の直接材料費の金額はブランクになっていてわからないわけですけど、この材料の数量債の金額は分かっていて、この11万5000っていうのを標準価格1150円で割り算してあげれば、標準と実際の差が100キロの不利債ってことが分かります。標準よりも実際の消費量は100キロ多いと で標準的な材料の消費量っていうのはこの実績に着目して A が4 320個 B が1 0 80個作って販売されているわけですからこれらの標準的な消費量を求めてあげて1 0 0キロっていうのを加えれば実際の消費量が求まるんですね。具体的に2キロかけることの4 3 2 0 3 k g の1 0 8 0っていうのを求めていただくと。 11万880キロっていうのが求まります11万880キロこれが標準消費量なんですよで、この11万880キロに100キロを加えてあげれば11万980キロこれが実際の消費量なんですね A q が11万980キロまあこれが求まればね 1,151円という単価を掛け算して1億2,773万7,980っていうのが求まりますで同様に直接労務費についても全く同じ手順で回答することができますがこの 4万320個に対して A の標準的な作業時間1個当たり1時間掛け算して B の1万80個に対して1.2時間っていうのを掛け算してあげて合計出せば5万2416時間が標準作業時間なんですがそれよりも120時間実際には作業時間かかっているので5万2536っていうのが実際の作業時間ってことになります52536と。この 52,536時間っていうのが求まれば実際の賃率1,502円を掛け算してあげて7899,072円っていうのが空欄をの回答として求まりますね。7890万9,072ですね。ちょっとね数字がきれいじゃないんであんまりね合ってる自信があの感じられない問題かもしれませんけれども。 まあこれが直接労務費の実際発生額ですね。で次、販売費の予算債ですね。まあ、これいつも通り製造間接費の再分析と同じように予算債の計算ですから、まあ、この実際の販売費の単価525円で予算は500円なんですよ。だから25円分の1個当たり予算債が生じているんですね。この25円高い単価で 製品 A については4万320個 B については1万80個販売しているわけですから、まあ、それぞれに25円を掛け算してあげて合算をしてあげれば126万円っていうのが空欄かの回答として求まりますね販売費の数量債この部分につきましては 予算と実際の販売数量にズレが生じているわけですよね。予算は全体で5万個、実際のところは全体としまして5万400個になっていますから予算よりも400個多く販売したことによって販売費がどれだけ追加で発生したのかを計算すればいいので400個に対して単価500円掛け算してあげたここが20万円の振り債っというのが求まりますね。20万円の振り債ですよと。 よろしいでしょうかで最後この空欄「区ですけども創業土台これは標準的な作業時間と正常な作業時間の差に対して固定比率を掛け算してあげればいいので、まあ、先ほど標準作業時間を求めましたねそこから正常な作業時間5万2000時間を差っ引いて、まあ、固定比率ですね掛け算してあげればいいと。はい まあ固定比率については、これ変動比率が1200円と分かっているので、ここの2500円からさっぴいてあげた1300円ってことになりますから、標準作業時間と基準の作業時間、その差に対して1300円を掛け算してあげれば、空欄、区の回答が54万800ていうのが求まりますね。以上が問いの2番です。非常にまあくたびれる問題というか、 もうこれ解いてるだけでね普通にやっていくと1時間ぐらいね悩むことになるんじゃないかなとは思いますんでねもう実践的にはあんまり触れる必要性がない問題だったのかなと思います。でここまでの計算がただできていればねこのクーラン系製造部門全体のサインについては、まあ、この資料の5番で示されたここの数値を集計していってでさらにここには出てこないね 販売価格債とかあ販売材料の価格差とか、あるいは陳率差、あるいは予算差についても計算してあげて、それらと全部合算をしてあげれば、製造部門の、まあ、業績っていうのを計算することができますよと。まあ、計算していくとこうなりますね。まあ、直接材料費の際、直接労務費の際、製造間接費の際、まあ、これらの合計が299万6052円と求まります。はい また、続けて、販売部門の業績についても、計算することが求められているわけですけど、販売部門のまあ業績についても、こちら、全部集計してあげることになりますが、この売上高債と売上原価の数量債、販売費の予算債、販売費の数量債、これらを全部合算してください。まあ、おそらくね、 あのミスとして生じやすいのは、この売上げ原価の数量債をね集計忘れてしまう方が多いんじゃないかなと思います。売上げ原価の数量債っていうのも加味していかなければいけませんので、この部分ね、忘れないように注意をしていただければ、販売部門の業績として15万6000円の振利債っていうのが求まりますよと。で、まあ話の流れとしてはね、販売部門っていうのはあんまり大きな債の発生原因にはなっていないので、 製造部門の改善をしていかなければいけないというところで、abc を活用していきましょう。というところが話の流れとなりますね。はい。で、ここまあちょっと難しいですね。この空欄 c っていうところがなかなか穴埋めできないんじゃないのかなと思うんですけど、単位レベルと工場支援レベルの活動を除いて、他の活動ドライバーが一律に削減できるとするならばなんとかであるため。 ここれら3つの活動をを優先的に削減することを提案しますっていうことでこの空欄 C にはねこの3つの活動の名称っていうのを入れてあげてでなんでその3つの活動が削減対象になってくるのかっていう理由付けですね、まあ、それを答えていく必要性があるんですよ。でこの単位レベルと工場支援レベルの活動っていうのは加工活動と管理活動ってことになりますね。 単位レベルの活動が加工活動で管理活動っていうところが工場支援レベルの活動ってことになりますから残りこの段取りと搬送と注文処理と検査活動の4つの活動が削減対象になってくるわけですけどこのうち段取り活動だけは活動原価が小さいんですよ計算してもらうとね。 段取り活動だけはこの製品 A と B の活動ドライバーの合計に活動ドライバーレートっていうのを掛け算してあげれば746万3900円っていう金額になりまして搬送とか注文処理とか検査とかだいたい1200万ぐらいの金額になってきますから、まあ、これら3つの活動が、まあ、金額的な重要性が高い活動ってことになりますから活動ドライバーっていうところを削減するその効果が大きくなるというところで。 この3つの活動が削減対象ですよと。まあ、そのことをね。答えて欲しかったというところが、この空欄 c のところなんですね。ただ、まあここまでたどり着ける受験生の方はまあほぼいないのかな？とは思いますんで、できなくても当然問題はありません。で、まあ削減対象さえ分かってしまったらね。後の計算は別に何も難しくはないので、この各活動の削減額いくらなのかっていうのを求めてあげて。 製造・間接費の実際発生額から削減額をマイナスしてあげれば削減された後の製造・間接費の発生額が求まりますよと、はい、以上が問いの3番ですで最後問いの4番はこれは資料の1番の整理ができていないとなかなか回答が厳しいところなのかなとは思います。 これはまあ難しいですね、普通にね。ちょっとまあ回答も幅が出てくるところなのかなと思うんですけども、このコンサルタントの会話文で最後のクーン D に入るところですね、まあ、ここを答えていくと、まあ、この業務改善としての経営改革のみならず、製品戦略の方向性を再度、ね、見直す必要性があると、予算編成値での調査結果の精度は十分に高く、また経済全般に変化は見られませんと、これらを踏まえて資料1から判断すると、まあ、なんとかと考えますよと。 いうところでまあ、経済全般にね変化は見られないんですよだからそのマクロ経済にはね何にも変化はないんだけれどもでも製品 B についてはねこれマーケットがすごい小さくなってるんですよ先ほど確認した通りねこの製品 B の市場の総需要量債の計算とかやりましたけどもこれ製品 B についてはマーケットがものすごく小さくなってるんですね 予算では20万個実際は16万8000個になっているわけですから、まあ、マーケットの規模としてはですね、まあ、16%小さくなっているわけですよマクロ経済全般がね特に問題がないにもかかわらず製品 B の需要量っていうのは減少しているわけですから、まあ、製品 B にそれだけねもうニーズがないっていう状態なんですねまあそのことに当たりをつけて、まあ、模範解答をね作っていくことになるのかなというところで 元々ね、製品 B っていうのは社長が有望視している製品ではあるんですけども、それがね、蓋を開けてみると案外、期待外れだったっていうところでもありますから、あのダメージが大きくなる前に、ですね、あの製品 B についてはもう撤退をしてしまって、その浮いた、ね、経営資源っていうところを他の新しい製品の開発とかに当てた方がいいのではないのかなというところで、まあ、そういったところを、ね、踏まえて模範回答を作ってあげれば、まあ、こういった回答になってくるのかなという感じです。はい ここはただまあいろんな回答が考えられるんでね、別にこの回答じゃないといけないとかって話ではありませんから、何かしらね、こういった市場の総需要量とか、あるいは市場の選挙率とかですね、そういったものに着目をして回答できたかどうかというところが、最後、ポイントにはなってくるのかなと思いますま。いつも言っていることではあるんですけどね、白紙っていうのは絶対避けなきゃいけないんですよ。 もう白紙にするともう絶対0点ですからでも何か書けばもしかするとそこで部分点取れる可能性っていうのはあるわけでねその1点2点で合否がね分かれる可能性がありますからとにかく何か書いてみるっていうのは大事ですね。はい、でここまでが第2問の問題1で最後第2問の問題2ですね見ていきたいと思いますが。 もうこれはね空欄 E が回答できるかどうかもうほぼそれで全て決まると言っても過言ではないかと思いますここができた方はね計算一通りできたと思うんですよ逆にここできないと計算はほとんどの箇所間違えると思うんですよねまあもちろんねこの空欄 U とかあるいはここのアスタリスクに入るところがね X 事業部とか Y 事業部とかっていうのはここはねあの埋められる可能性っていうのは高いんですけれども でも、なかなか他のところ正解するのは厳しいかなと、まあ、でもここも正解できるか、ここの空欄かについても正解はできるかと思うんですけども、それ以外のところっていうのは、この空欄位、e、が合ってないとね、一通り間違えるような形になりますんで、非常にまあ恐ろしい内容になってるのかなと思います。まあ、今回、計算は本当に怖いですね。1箇所のミスが致命傷につながるので、 ただ、間違えてる方も多いんでね本当に赤信号をみんなで渡れば怖くないじゃないんですけれども、まあ、相対評価の試験ですからね結局まあみんなできてなかったら別に関係ないんですけれども、まあ、できている方にとってはねあの得点を伸ばしやすいというか得点比率を稼ぎやすい内容だったのかなと思います。で、この空欄ラアのところここはね絶対答えなきゃいけない。このアの空欄計算数にあたって ワックが与えられていて、枠から逆算すると自己資本コストをね、普通に自己資本コストを X とかっていうふうに置いてあげて、まあ、こういう計算は経営学とかでもやったことある方ね、多いのかなと思いますけども、あのこのワックから自己資本コストっていうのを逆算していく。で、自己資本比率が75%って与えられてますけど、まあ、要は総資本に占める、ね、自己資本の割合が75%ですから、 自己資本と負債の割合としてはしたがって負債の税引き後のコスト2%パーかけることの1-40%に4分の1掛け算して自己,自己資本コストに対して4分の3を掛け算したものが w セ9 3になるはずなんで X を計算すれば12%っていうのが求まります。はい よろしいでしょうかで次に今度、まあ、自己資本比率が75%で有利子負債が21万6,000ですから、まあ、とりあえず資料整理するとね、まあ、自己資本の金額としては21万6 0 0 0れ3倍してあげれば64万8,000っていうのが求まりますね64万8,000。自己資本っていうのが64万8,000で21万6,000と合算すれば86万4,000が これが使用資本ってことになります。86万4千が使用資本ですよと。まあ大丈夫ですかね。まあ投下資本を先に求めても結構ですけど、まあ投下資本から自己資本っていうところを計算してもらってもどっちでも結構です。でこれが求まればねこの空欄いの計算をするにあたって投下資本に対する 営業利益率の計算っていうところが求められているわけですけども。投下資本に対する営業利益率の計算ですね。この投下資本が八十六万四千で、自己資本が六十四万八千。この自己資本の六十四万八千に、先ほど求めたこの空欄あですね。十二パーセントっていうのが求まりましたから。 この64万8,000の自己資本に対して12%を掛け算すれば税引き後の当期の純利益っていうのが求まりますんでこの税引き後の目標となる当期純利益を1-40%で割り算すれば税引き前の目標となる当期純利益が求まると。でこの税引き前の利益に支払い利息っていうのを加えてあげれば目標となる営業利益を計算することができると。 まあこういう手順で目標営業利益を求めた上でこれを10資本86万4,000で割り算して15.5%っていう空欄囲の回答を求めることができるんですねだからちょっと難しいと思いますねここはねこういう推定権の問題が苦手な方にとってはなかなかヘビーな内容だったのかなとは思うんですけどもう空欄囲ができないとね るしとね。し今度問いの2番では空欄「う」から「空欄」かまでの空欄推定が問われているわけですけどまあとりあえずどこから手をつければいいのかというところなんですがまずねこの前者の税引き後の当期純利益が64,548と与えられているので これをまた今と同じ手順で税引き前に直してあげてさらに利息を加えてあげれば営業利益の金額11万1900っていう実際の金額が求まるとこの各事業部の営業利益の合計は11万1900なんですねで今 Z 事業部に関しましてはこちら 目標営業利益率に対して営業利益が484足りていないって言っているのでこの XYZ 各事業部に対する投下資本の割合が5対3対2だと言っていますから先ほど求めた投下資本86万4000に対して0.5と0.3と0.2を掛け算していけば X が投下資本43万 2000Y が25万9200 Z が17 2, ということになりますねでこの17万2800の Z 事業部の投下資本に対して目標となる先ほど求めた空欄 E の投下資本の営業利益率を掛け算してあげれば目標利益が2万6784と求まりましてこの2万6784よりも484足りていないわけですから 484をさっぴいてあげればここのアスタリスクの部分26,300と求めることができます。でこの26,300が求まればこの26,300足す固定費117,700足す28,800足す187,200で売上高ここ36万っていうふうに求めることができます。 よろしいでしょうかでこの全社の売上高っていうのが136万なんで Y と Z の売上が分かれば136万から45万と36万差っ引いた残りの金額55万っていうのが X 事業部の売上高として求まると。 X 事業部の売上高が55万っていうふうに求まれば貢献利益率を計算することができて55万から22万と5万5,000を差っ引いた27万 5, が貢献利益の金額なんですよでこれを55万で割り算すれば50%っていうのが X 事業部の貢献利益率として求まるのでこの文章のアスタリスクの部分ここに入る事業部っていうのは Y 事業部なんですね。 売上高の貢献利益率が60%って言ってるので X は50%でしたからここには Y が入ると、まあ、したがって Y 事業部の売上高の貢献利益率が60%なんで45万に対して1-60%を掛け算すれば変動費の金額が18万と求まりますので変動売上原価と変動販売費の合計が18万ですから18万から9万差ピいた。 9万円っていうのが空欄下の回答ですしかがって45万引く9万引く9万引く27万4500でここがマイナス4 5 0 0っていうのが求まりますので Y 事業部の営業利益が求まれば X 事業部の営業利益これを求めることができますね。 この全体が11万1900なわけですから11万1900から2万6300とス4 5 0 0をさっ引いてあげればここが9万100と求まります。でここが9万100と求まれば、まあ、固定費の金額っていうのも計算することができますね。55万引く22万引く5万5,000引く9万100でまあ別に求めなくてもいいんですけども、まあ、18万4900っていうのが求まりますね。はい よろしいでしょうかでここまでまあ資料整理できればねこの X 事業部の投下資本の営業利益率9万100割ることの43万2,000で計算すれば20.85%写語入すれば20.86%ですね20.86%っていうのが求まりますんでこの目標を超えているのは X 事業部のみで20.86%ですよとこれが求まりますと。 ま以上がこちら、問いの2番です。で問いの3番については、ね、これはここの資料5番の穴埋めが問われているわけですけどもこれはね、流れに沿ってやっていけばいいだけなので結構簡単です。まあ、注意しなきゃいけないのは、ね、各年度の残余利益を計算するときに、まあ、投下資本の金額については減価償却分だけ減少していきますので 2000×1 年は投下資本は9万。 2000×2 年は10日資本は6万 2000×3 年は10日資本が3万になりますから減価償却分だけマイナスをしていかなければいけませんのでその点だけ注意が必要なところでしたね。で営業利益もブランクになってますけどこれは上の資料から拾ってくるだけなんで 2000×1 年 50402000×2 年1万 41002000×3 年21740とこの資料3番から拾ってきてください。 で、投下資本に対する資本コスト、これ計算するときには、先ほどの空欄位、e、15.5%を使うことになりますから、9万 ×15.5% で計算すれば1万、1 3,950 2000、2000×2 年は6万 ×15.5% で9,300、2000×3 年は3万 ×15.5% で4,650っていうのが求まりますね。はい。 でこの1番から2番をさっぴいた値その数値に対して40%の税率を掛け算してここの行の計算をすることができまして最後3番からこの税額をさっぴいてあげれば残余利益を計算できますからまあ表を作ればこうなりますね。はい、だからここはね流れ作業で対応できるところです。 でさらに、この設問2番とか3番の論述をしていくにあたっては、この賞味現在価値っていうのを求めてあげる必要性があって、まあ、2000×1 年から ×3 年までのこのキャッシュフローを計算するための資料が与えられているわけですけど、この税引き後の営業利益,に税引き後営業利益を求めてあげて、そこに減価償却費を加えてあげれば、各年度のキャッシュフローっていうのを求めることができますね。でこのキャッシュフローを 荷重平均資本コスト率9.3%で割引計算をして投資額マイナスすれば NPV5 万3あ5372.57っていうのを求めることができます。でこの NPV の値とまあ実は先ほど求めた残余利益この残余利益を9.3%で割引いたまあその合計金額っていうのがこれはぴったり一致することになりますんで一応まあ講義内でもね。 まあこの n p v っていうのは、まあ毎期の残余利益の割引現在価値と等しくなりますよっていう話はしているんですけども。そこをまあ思い出したかどうかっていうところで、まあこの。設問のね、答えが決まってくるのかなというところです。この最後の設問ですね。はい、まあ設問にはね、計算ができていなくても、なんとなく何を書かなければいけないかはわかると思うんですよ。この単年度ベースの業績評価がもたらす弊害ですね。 根拠ととなるる数値を示した上でで言っているんですがこの NPV なんかはねこの投資機関全体のキャッシュフローに基づいて、まあ、投資の判断っていうのを行っていくわけですけれども、まあ、残余利益の場合だとこれは毎期毎期計算されるもので単年度ベースで判断してしまうとこの単年度ではマイナスの残余利益になっていたとしても投資機関全体で見ていけばね NPV がプラスになっていて、まあ、この NPV NP に基づいて判断された結果と残余利益に基づいて判断された結果との間に目標不整合っていうのが生じる可能性があるわけですよね。まあこれはまあ計算できてないとちょっとわからないところかもしれないんですけどもでもまあ単年度ベースの業績評価がもたらす弊害っていうふうに言っているのでなんとなく何が問われているのかっていうのは伝わるのかなというところではありますね。単年度では 利益は出ていないなんだけれどもでも投資機関全体で見ればこれは会社にとってお得な投資案件なんだと、まあ、そういう前提でこの問題が作ってるんだろうなっていうのは何となく伝わるのかなっていうところです。はい、で最後の設問さんはさっき言ったようにねその NPV と残余利益の関係性っていうところが問われているので、まあ、そのことを踏まえてね模範回答を作ってあげれば、まあ、こういった形になりますよと。はい よろししいでしょうか、まあ、以上がね、まあ、今回の論文の本試験の公表と解説ということになりまして、むちゃくちゃ長々としゃべりましたけれども、まあ、あの今回ね、ねやはりその計算についてはね全体的な難易度が高いと、特に第2問については難易度が高かったというところで、もう繰り返しになりますけどね、ねそこについてはもうできていなくても全く問題はありませんから、もう過度にね今の段階で心配される必要性はないと思ってください。でもうあのこれはね もちろん私が当事者ではないから言えることではあるのかもしれないですけど、まあ、もう終わってしまったことではあるんでねもうある程度ね、ねそのことについては今はまだ忘れられないかもしれない,れないんですけれどもあのもう前向きに考えながらですね日々過ごしていただく方がいいのかなとは思いますんでねちょっと本試験のことは一旦ね忘れていただいてあのぜひね日々の今の、ね、生活っていうのを楽しんでいただければなというふうふには思いますね。ね、はいまあ、それれでではこれで えー、管理会計論の公表と解説は以上となりますので、えー、皆さん本試験本当にお疲れ様でした。